あ、もう残り1分です。結構でも近いですね。遠目がいいですか、うん、2人いるし YouTube ですよね。 YouTube 遠目、遠目、はい、遠目でちょっと上から可愛くで、ライトを、はい、ライトゲストさんに当ててください。え、いいです、いいです、眩しくない程度にやります。よろしくお願いします。5秒募集しています。 FM ギドワンではユーストリームで映像と音声をホームページからネット配信しています。スマホで聞いてらっしゃる方は無料アプリリスラジまたはツイキャスで、ツイート以外にメールアドは797@fmギドワン.comです。コメントお待ちしております。お過ごしですか？これから30分ほどお耳を拝借したいなと思います。心地よい時間をお過ごしください。はい、今日の番組サポーターをちょっとご紹介します。どこですか？どこ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 、こんにちは皆さんサポーターのダンディ・モリッチです。相変わらずかっこいいですね。ありがとうございます。皆さんにお姿を お見せできないのが残念ですけれども、見えないのが、ああよかったって次回からはお顔もお見せするというような話もちらっとあるんですが、よりかっこよくなってこうお出になると思います。今日は声を、ね、あと今日ですね、とても愛らしいというか愛くるしいですねゲストさんをお迎えしています。夢ルームサロン主催されているオープンハートセラピストの城間陽子さんです。こんにちは。こんにちは。陽子さん、はい、私陽子ちゃんって呼んでるんですけど、はい、陽子ちゃんって呼んでもいいですか？あ、よろしいですよ別に今更という感じですよねそうそう、日によっては陽子ちゃんとか陽子さんになったりしますのでね、みゆきさんは、はい、みゆきさんでいらっしゃるんですけど、あ、すいません、私陽子ちゃんって行かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとこう私陽子ちゃんにとてもお世話になって、個人的にとてもいつもでお世話になってる、いやいや方なんですよ。それなので、ちょっとリラックスモードでいきたいと思います。よろしく申し上げてまずでございますもう噛んでるよみたいなそんな感じなんですけど、はい、そうですね、今日そしてですね、テーマどうするって陽子ちゃんに聞いたら、はい、考えてあげる、心を開くがいいっていうふうにおっしゃってくださったんで、うん、はい、心を開く、心を開くってまさに大切なことだと思うんですけど、はい、なんかこう本音で言うというか、本音ないですよね。何なんでしょうね、その心を、陽子ちゃんにとっての心を開くってこうどんな感じですかね。ちょっとこう、そうですね、でいいです、心を開くってなるとすごく固く考えたり、はい、と思うんですけど、はい、私は普通ありのままの自分を目の前の人に出せればいいのかなっていうことで心を開くってことですね。ありのままの姿見せるのよ。そうそうそう、ちょっと
歌えないんですけど今日すいませんそう、はい、いつもの通りっていうかいつもの自分を出せればいいのかなっていうぐらいの感じですね、まあ、気取らないとか、うん、どっちかっつうと、うん、その気取らない感じ、うん、だって気取らない感じですよねなんかそうですねはい、うん、気取らない、うん、よく見せようとしないそうですねもう本当にもう本当にありのままっていうか普段自分の素のままをあのお話そのままさらけ出す、そうさらけ出すっていうか目の前の人に、はい、自分はこういう感じなんですよっていうだけなんですよただそれだけだと思いますけどね私は心を開くっていうのは私ねあの、うん、結構緊張して別にいいとこ見せようと思ってんじゃないですよだけどなんかわかんないけど緊張しちゃうところがあるのそれで、であのちょっと私の質問なんだけど、うん、あの自分のありのままを普通に見せようとすると、はい、なんかかえって惹かれちゃったり惹かれる要は人によるんだけど、うんうん、特にこう女子会とかあるじゃんあの女子の集まり、はいはいはい、私ずっと女子校だったんよだからなんかね、ね女の人に変に気を使うと女の子が好きなので、はい、かえって気を使いすぎてなんかそれが全部裏目に出る的なこれ私の裏目に出る、うん、だからね、まあ、なんていうのかな女の子なんだから、うん、女の子同士なんだからちょっとまあ、うん、いろいろなことも喋ろうよみたいな、はい、まあちょっとこういうことも、ね、マイナスってこともないんだけどうちの話もしようよみたいな感じになった時に、はい、なんかこう女の子好きなためにちょっと引いてしまうというかあのあそうねみたいなこううまく言えなかったりするんですよなんかそこに乗り切れなかったり、はい、なんかこう合わせベタっていうよりも、うん、特に合わせるっていうか、なんていうのかな、普通に自分のなんていうかな、ママを話をしてて、別にそれは相手に合わせよう合わせようとするから、相手はやはりちょっとなんか気遣いっていうあまりにも気を使われると、まあ、困るっていうわけではないけど、なんかね、そうだから普通に、まあ、普通にっていうのも普通にですよね会話はそうなんだけど、ね、気を使いながら話をしたりとかすると相手もそれを察知してしまって、あなんかこの人私に気を使いながら話をしてるなっていうのが分かると、うん、やっぱりちょっとあのなんていうかな、どうしてそこまでして気を使われて私に話してるんだろうとかって思われると、やっぱり思った人はやっぱりなんていうのかな、この人はありのままじゃなくてなんか自分を飾ろうとしているっていう誤解を多分ね、そうそう持たれるという感じじゃないですかね、よくわからないんですけどね、なんかその人にまああの不快感を与えないようにとか、まあなんか無意識にそのよく見せようとしてるんじゃなくてしてる行動が逆に言うとそういう風に取られる可能性もある。恋愛もそうですよね。そうですね、恋愛とかもね、はい、よく見せようとして大体失敗する的な、よく見せようっていうことをだからかよく見せようっていうのもちょっと違うかなって感じですね。思いやりとか例えばそういうところから来てるんだけど、はい、それが不自然だな感じがしたり、うんうん、そうだと思うの多分。あさそこさ、うん、難しいと思うんだけど、やっぱ文化とかさ背負った歴史とかさ、うん、それから言葉とかさそういうのが微妙違ったりすると、うん、そこのズレって起きない、はい、なんか感覚のズレ。そうですね、あとまあ価値観とかやっぱり、うん、あの生まれ持ったなんていうのかな、やっぱり環境、うん、その人の環境ってありますよね、うん、あるある。私なんか本当自由奔放になんか育てられたっていうよりも、はい、あの自分のしたいことをさせてもらったっていう感じなので、うんうんうん、だから自分の直感に従ってずっと行動してたんですよ、うんうん、でもそれがやっぱり主人と結婚した中で、主人の家柄はやはりなんていうのかな、親の言いなりではないけど親のことを聞くっていうか聞いてほしいような育て方って、自分たちの思いのままに動かないと気に入らないっていう感じ、うん、っていうね、空気感がそういう感がもう、はいはいはい、その中で私20年間、うん、あのいたのですごく窮屈な生活をあの強いられたっていうか、あでも結構さ、それ窮屈だから京子ちゃんだから思ったけど、うん、なんかそれが当たり前って思ってる人も結構いるよね。そうそうそう、だからそれを感じるのは当たり前でしょ。私がなんか
あの幼い時って私とは逆な真逆な生活だったってことなんですよ。あ、もう自由奔放に育てられてっていうか、やってきたっていう、まあ半分もしかしたら私がわがままだったかもしれないけど、元のね生活のままがね、だけど、うん、そう自然体といえば、まあ嬉しい言葉ではあるんですけど、もともとそれを自分が重視してやってきたことが、うん、やっぱり主人と結婚をして、うん、やっぱりちょっと環境が変わったっていうだけなんですよね、ただ環境と、うん、その中でだから自分の中でもやっぱりでも教えられ、今になるとすごく学ばされたってことがすごくあるんですよ。それはありそうですよね、ヨコちゃんの立ち振る舞いとか見てる、ね、完璧すごくね、礼儀でも私本当に礼儀とかもないっていうかあれなんですけど、すごくねやっぱり礼儀っていうか、うん、大人の付き合い方っていうか、うん、目上の人に対するやっぱりお年寄りとか接するとかそういう親戚の付き合いとか、うん、まあ、いろんな面ではすごく勉強させていただいたなって思いますね。それはね、やっぱ名家に嫁ぐと仕方がない宿命っていうか、ね、そうです、ほらよくね、そういう名家とかそういう家に嫁いだ方ってそうおっしゃいますよね、うん、だから結局お母様もその、うん、そういう風になってほしいという思いがあるからかもしれないですね。そうですね、素晴らしい期待されて、期待って、ま、でもね今となるとやはり、うん、ここの嫁に来て、うん、やっぱりなんていうかな、必要とされていたから厳しくっていうか、うん、厳しく学ばされてたのかなっていうのを今になれば、そう思います。それはね、でもね、私ねいつも自分を褒めるんですよ。よくね我慢をして、うん、っていうかよく我慢をして20年間生活をやってこれたなっていうのは、まあ、自分はそれ自分の中に褒める言葉なんですよ、うんうん、でもそれは主人も言う言葉ではあるんですよ、うん、よく我慢してきたね、ありがとうっていう感じの感謝の気持ちを毎年1年に1回のお正月に声をかけられていたので、うん、それだけはやはりもうすごくお互いにっていうかね、励みにっていうか、うん、そう感謝ではありますね、うん、なんかとってもね羨ましい話をちょっと聞いてるんですが、一石の話なんです。ちょっと曲ここで行かせていただきます。ですね、こちらでよくもうテーマソングみたいになって、ジュエさんのですね大好きな個人的にジュエさんの曲でロメロの愛です。お聴きください。
10秒前マイク入れます。はい、今日のメンズ革命、夢ルームサロン主催のオープンハートカラーセラピスト白間陽子さんをゲストにお迎えしています。どうもありがとうございます、陽子さん。はい、こちらこそ、はいはい、ありがとうございます。今日は、はい、あ、私ちょっと聞きたいことというよりも、はい、いいですか、うん、反対に私2年前に自分 あのオープンハートカラーセラピーのことをちょっと宣伝させていただいたの で、はいはい、で私のことは今もうフェイスブックであったり あと、ホームページを夢ルームサロンで開けば分かりますので、はいはい、今日は私というよりもちょっとみゆきさんの、はいはい、今の今日 あの今月活動ですね、はいはい、フラメンコ私実はね12月、去年のね12月にフラメンコ講座を受けて、そうですね、ですね、すごく楽しく今でもあの講座を月に一度、うん、そうですね、あのさせていただいてるんですけど、はいはい、今月も7月21日にあるんですよね。すごく楽しみにしてるんですよ。そのだからみゆきさんは自分のことあまり言わないので、もしあれだったら今日ここであのフラメンコの講座のね楽しさっていうか、はい、ですね、私実はフラメンコ40年やってるんですよ。それで教えてるのが、実はもう、20代からずっと教えてるので、長いんですよね。だから、うん、ある意味、うん、こうちょっと達観しちゃってるところがあって、でもういろんな試みをやるんだけど、フラメンコって特殊なんですよ、すごく。だから特殊だからフラメンコのを伝えるお伝えするのって多分フラメンコの先生全員が思ってると思うんだけど、っていうかプロがね、はい、あのまあ、お伝えするのって難しいから、はい、まあ、舞台にスペイン人呼んだりして、まあ、こうそのものを見せるんですよね。それでなんとなくフラメンコってこういうものなんだ、はい、んって思ってもらうんだけど、見た方は多分なんだかよく分かんないけど、なんかかっこよかったとか、なんだかよく分かんないっていうのが前に作られる。分からないっていうよりもなんかすごく情熱を感じる踊りだなっていうのが私に対して、でもそれは情熱はフラメンコは情熱ではないとかって前になんかあのみゆきさんからちょっとおっしゃってましたよね。あの習う場合ね。そう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 。でもなんか私はフラメンコとなるとやっぱり情熱をすごく感じるんですよね。うん、あのそれ見る方はそれでいいんだけど、うん、そのやるときに、はい、その情熱だけではやっぱり、うん、あのこう乗り越えられないルールとか、はい、それから厳しさがあるので、はい、じゃあそこから入るとみんなちょっと嫌気がさすと思うんですよ。あ、はい、うん、だから、はい、そこをいかに楽しい切り口から入ってお伝えしていくかっていうのは、はい、こういうセラピストの方もそうだと思うんですけれども、はい、まあ何でもそうですよね、うん、まあイントロとしてはそこのところが大事なんですけれども、そこのところがとてもやっぱり、まあ、日本人海外の、ね、文化なので難しいかなと思ってます、うん、はい、で21日の日に7月の21日の日に、はい、アドラブールさんという、はい、まあ、あのリンク貼っときますけれども、うん、素敵なあの、はい、ブティックさんでやらせていただいてるんですけど、はい、まあ、まあまあそれが私自身が今後それをこうどうやって広げていくかっていうのは沖縄にもでどうやって広げていくのが模索中ですね。うん、でもすごく楽しいですよね。あの歌って踊るっていうねテーマっていうかね、歌いながらちょっと踊りもできるという ね、あの歌って踊るってあんまり教室ないと思うんで、うん、そうそうそう、歌いながら、ね、初めてのあれなんですけど、でもそれがすごく楽しいっていうか、うん、なんかね正直言って脳の活性化にもなるし、体幹も鍛えるし体のあれも鍛えられるし脳も鍛えられるけど、やはり心もねちょっと向き合えられるです。あ、向き合えられますね。と言っていただけるとありがたいです。表現です、表現、うん、なんかやっぱり表現だなっていうか、そう踊りをしてても、はい、自分のね表現力っていうかそこにもちょっとやっぱ入り込めるのかなとか、なんかさすが ねあの陽子ちゃんはね、いやいや、それアーティストなのでもともとはやっぱり芸術的な部分もすごくね、絵とかね本当いろいろご存知なんで、やっぱそういう感性持ってらっしゃる方っていうのは ね、ただのね鋭いですよね。好きだけです。いや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 、はい、才能があるだ、はい、才能があるあのどっちかっていうとその職人的な部分もフラメンコってすごくあるんだけど、それやっちゃうとやっぱり時間かかるし大変なんで、はい、まあ、歌っていうものをキーワードに踊りも同時に覚えてもらえたらいいなと思って、はい、そうですね、すごい楽しいです。で今は、まあ、あの日本語で歌うっていうのもあるんですよ。日本語で、あ、はい、まあ、これ受け入れるかわかんないですけれども、日本語で例えば歌って、それで振り付けを覚えてもらうってやり方もあるので、いいですね、そういうのもね、陽子ちゃんもしよかったらやってください。ぜひぜひ、日本語で楽しいですね。うん、日本語でぜひぜひ。
ひ。で、はい、それでまあスペイン語も歌えるようになったりじゃないですか、同時に振り付けは一緒だけどみたいな感じで。そうですね。で、フラメンコのベースになることが、うん、とかいろいろ話してると長くなるんですけど、はい、まあその辺でどうでしょう ね、お話は。はい、よかったです。ちょっとね、いつもはあの人の宣伝ばかりをなさるあのみゆきさんなので、今日は逆バージョンで私からちょっとね、みゆきさんのあのフラメンコのちょっと宣伝をちょっと聞きたくてって、宣伝をちょっとさせようっていうか、あまりにも上手で余計なことまでペラペラ喋っちゃって。すいません。でもね、心を開くってそういうことだと思うんですよね。お互いの話をざっくばらんに気軽に、うん、あの話をする、飾らずにっていうのが、まあ、私の心を開くっていう て、まあ、なんていうかテーマ、目の前の人と、うん、やっぱりざっくばらんに、あのなんていうのかな、ありのままの自分の姿を言葉にできればそれでいいのかなと思うんですよ。うまく話そうとするからこそ、みんななんか固くなった、あ、なると思うんですよ。そうだね、うん、なんか私ね、よくね、人に言われる、自己紹介すると思いが溢れちゃって長くなるんですよ。これ私の悪いちょっと癖ではあるんですけど、なんかだからさ、すっごくね、はい、すごく情に訴えるっていうかさ、私最初ね、なんか別の時があった時に、そういう意味じゃなくて、泣いちゃった感じがするの。え、泣いたの？泣いたの。よくなんで？一生懸命ね、なんかのセミナーかなんかでね、あの一人でね、お話した時、この人なんて情感の深い人なんだ、情の深い人なんだろう。あの他の人も聞いたら泣くよみたいな、泣かない泣かない。それね、自己紹介で泣かせるって何ってこう思ったわけ。下手くそだな、下手くそっていうよりも、ほい、ただね、本当に思いが溢れちゃうんですよ。勝手に言葉が出ちゃうので、私とんでも、だから私自分の自己紹介紙に書いたりするともうとんでもないの、とんでもないっていうか、自分の直感でその場の挨拶で話をするっていうだけなんですけど、それがだからまとまっていないよっていうことね、後になってまとまってないっていうダメ出しもたまにはね、あのあるんですけど、まあ、それ男性が言いそうですよね。いや、男性まず女性ではちょっと自己紹介はしたことないんですけど、まあ、女性でもそういう風に、まあはい、いいですいいです、はい、ほらほらちょっとめんどくさいことなんか、はい、閉めちゃう。あのそういうところはあるんですだけどね、はい、あのそのもうなんていうのかな、まとまらないその情感の中に、うん、実はあのこうキラキラっと大事なものがねあって、まとめようとか簡潔にしようとか確かに重要なんですよ。だけど、うん、そうじゃない部分の中にそういうきらめきとか感動させるものっていうのはやっぱりあるんですよね。どうでしょう、はい、うん、そこがまた、はい、そこもっともっとこう洗練させていくとまた違った形になっていくと思うんですよね、うん、私の喋りも。でもまあこういうこのプロセスの中の面白さっていうのも分かってくんないかあると思うよ。大丈夫、やっぱ素人の良さってあると思うんだよね。あ、そうですか、嬉しいです。はい、もうど素人っていうかね、あれなので、じゃあ私が素人の、そのね素人をね今日は本当にラジオ放送っていうかね、お誘いくださって、はい、いやこのもう本当にとんでもない放送になるんですけど、申し訳ないです。リンク貼っときますので、あのぜひ。そうそうそう、素敵な夢ルームってとっても素敵なんですよ、ぜひ皆さん。あ、ちっちゃなね、お店っていうか自分の手作りで作られた、うん、あのサロンなので、うん、はい、もう手作り感満載の小さな本当に、うん、お部屋です。お部屋、あの皆さんお部屋です。男性の方も大丈夫ですよ。ですよね。あ、そうですね、うん、はい、ぜひあのカップルでいらしてもいいと思いますので、はい、ぜひ一人でも別によろしいです。その細かいことに関してはですね、リンク貼っときますので、ぜひ、はい、ありがとうございます。ご覧になってください。とっても素敵なあの方ですので、こんな感じでざっくばらんな方ですよね。すごい褒め上手なのでいつもね、みゆきさんのちょっと褒め上手はちょっと上に聞こえたらやだな、はい、でもってですね、今まとめなきゃいけないんですけど、心を開くね、こう男性も、ね、モテるためにはですね、やっぱり女性に対してちょっとだけ自己開示していくの重要ですよね。よく質問した方がいいんじゃないとか言うけど、あんまり質問が多い男性すぎると、なんかこう、あ、何この人自分のこと全然言ってないじゃんみたいな感じになるから、まあ自然体でやっていくのがどうせ分かっちゃうことなので、まあ本音でいくのがいいんじゃないかなと私は陽子さんの話を聞いて思いました。そんなわけで男性もリラックスして、はい、女性とかが、私もそう思います。ごめんね、私も忘れてたよ、はい、男性です。夢ルームの陽子さん、やはりね、自然体にさ、
自然体で私たちをこうリラックスさせて、あ、そう、そうなんですか、はい、ありがとうございます。ていうかそれはあの心を開いてもらってるからだと思いますよ。やっぱりそう、はい、させてくれるそのね気持ちが、そうそれ普通できないからね、普通の人。いや、そうですね、いや、できないできてますよみんな。いや、私できない。そこちょっと勉強して修行してるんです。私できないのよ。あ、やんなきゃいけない。できてます、うん、大丈夫です。全然大丈夫です。ちょっと修行しようかな、ヨーコちゃんちって。いや、それ修行っていうものではないと思いますよ。でも、まあ、触れてればほらありのままでいいと思いますので、はい、もう聞か、うん、はい、まあ、今度学び飾らずに学びに行かせていただきます、はい、夢ルームです。夢ルーム学ぶあれではないです、はい、申し訳ありません。そんなわけで今日楽しい時間でした、はい、もうなんだか分かんないまま終わっちゃいましたけど、こんな形で心を開く、はい、こうオープンハート、オープンハートからセラピーもよろしくお願いします。はい、そんなわけでまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。今日はなんか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。とても素敵な、もう恐ろしい、もう何回でもやれそうですね。そう本当に。